バタシー発電所を北側のテムズ川菓市から望んだ写真、1986年11月、バタシー発電所は1930年代の開所以来、アイコニックな建物として様々なメディアやカルチャーに利用されてきた。ロックやポップミュージックのアルバムカバーやミュージックビデオ、映画やテレビドラマにも数多く使われている。この項目では、 バタシー発電所のポップカルチャー利用について述べる。ピンク・フロイドのアニマルズ再発版アルバムの発売を記念し、アニマルズのジャケット写真を再現した一枚、バタシー発電所に関する本を出版したピーター・ワッツは発電所が世界中に知られるきっかけとして、ピンク・フロイドが1977年に発売したアルバムアニマルズを挙げている。 長年ピンクフロイドと共同制作していたデザインスタジオヒップノシスが手掛けたアルバムのジャケット写真は1976年12月初旬にアルギーと名付けられた豚型のゴム風船を発電所の真上に浮かばせて撮影されたこの風船はドイツのバロンファブリーク製でオーストラリアの芸術家ジェフリー賞がデザインした30フィートもの巨大な豚は 発電所南側の煙突2本の間へ浮かべられた。撮影中、くくりづけが緩かったために、この豚形風船は漂流して、キースロー空港の飛行経路へ迷い込んでしまった。警察のヘリコプターを用いて捜索したところ、風船は、県ント州に着地しているのが発見された。この時ビデオ撮影された、一場面は、楽曲、翼を持った豚の、 プロモーションビデオで使われている。アルバムは発電所で1977年1月に行われたイベントで正式に売り出された。ピンクフロイドのこのアルバム写真は様々な形で言及されパロディやオマージュも多い。例えば次のようなものがある。その他のアーティストロンドンエレクトリシティのシングルにも使われた発電所で 石炭運搬用に使われたクレーン発電所は他にも次のようなアルバムアートワークに登場する。発電所はミュージックビデオの撮影地としてもよく利用されている。発電所が歌詞に登場したり、発電所を舞台とした曲も存在する。発電所が映画撮影に使われた最初期の例はアルフレッド・ヒッチコック監督が1936年に撮影した映画。 サボタージュである。発電所はオープニングシーンに登場し、B 発電所が建設される前の様子を見ることができる。1951年の映画ハイトゥリーズン、破壊工作員たちが英国の電力供給を混乱させるため、バタシー発電所をはじめとした発電所の破壊を企てる。映画には長尺の室内シーンが含まれている。 バルゲストが1961年に撮影した、週末ものブラックコメディザ・デーザ・アースコート・ファイアでは、テムズ側からノームが立ち上がってくるシーンなど、発電所がいくつかのキーシーンで登場する。世界最長のテレビドラマとして知られる、英国の SF ドラマ、ドクター・フにも、バタシー発電所は、幾度となく登場する。1964年制作のエピソードザ・ダリック。 インベージョン・オブ・アース2では、22世紀になって日本の煙突が破壊され、近くに原子炉が作られたバタシー発電所が登場する。2006年のエピソード、サイバーマン襲来、鋼鉄の時代にも発電所が登場し、パラレルワールドにおけるサイバス工業のアジトとして扱われた。ロンドン市民を引き寄せて、サイバーマンに改造する場所とされ、屋上には飛行船が設置された。 ビートルズが1965年に制作した映画ヘルプ。4人はアイドルにも発電所が登場し、有名な発電所とのキャプション付きで紹介される。発電所は1967年の映画スマッシングタイムに登場し、エンドシーンで爆破される。また同じ年に公開された SF 映画ザ・プロジェクテッド・マンでも発電所の姿を見ることができる。 A 発電所のコントロールルームは、モンティ・パイソンの映画第4作、人生競争曲中のシークエンス、魚を探せに登場した。同じくパイソンズの映画第1作、モンティ・パイソンナウでは、スケッチ、恐怖の不良集団、グレバッバ族冒頭で、噴煙を上げるバタシー発電所を確認することができる。また2007年12月からは、 パイソンズの一員だったテディ・ギリアムによる映画ドクター・バルナサスの鏡の撮影が発電所で行われている。発電所はマイケル・ラドフォードによる1984年の映画1984で外装部分がロンドン地下鉄駅やビクトリーマンションの外装の代用として用いられた。この作品はジョージ・オーウェルによる同名小説を映画化したものである。 1989年に放送が開始されたドラマ、名探偵ポワロでは、タイトルシーケンスに発電所を模したアニメーションが登場する。子供向け SF シリーズ、トゥモローピープルでは、1994年のエピソード、モンスーンマンに発電所が登場し、天気を変えてしまう機械のロケ地として使われた。同じく1994年に放送された、冒険野郎。 マクガイバーシリーズのテレビ映画、失われた大陸の秘宝では、東欧の軍事キャンプとして発電所が使われている。イアン・マッケランが出演した1995年の映画、リチャード3世では、荒廃した発電所が、リチャード最後の戦いである、ボズワースの戦いの戦場として用いられる。作品は、シェイクスピアの同盟儀曲を翻案したものである。 1996年に放送されたニール・ゲーマンによるテレビシリーズネバーウェアでは発電所がロンドンビローフローティングマーケットの空に浮いたランドマークとして登場した。ABC で放送されていたテレビシリーズロストでは2006年に放送されたエピソード天使の言葉で CG で描かれた発電所が登場する。ここでは ウィドモア産業とのサインが明示されるが、これはドラマの主要悪役、チャールズ・ウィドモアの初登場でもある。アルフォンソ・キュアロンが2006年に撮影した映画、トゥモロー・ワールドでは、発電所が2027年の芸術賞、そしてアーク・オブ・アートとして登場する。建物の内部には、政府が倒れた国から救出され、後世へ残すべきだと判断された。 芸術作品が収められている設定である。映画中では、粉砕され修復された、ミケランジェロのダビデ像や、パブロ・ピカソのゲルニカがここへ収蔵されている。ピンク・フロイドのアルバム、アニバルズにオマージュをかけた、豚型の風船も登場する。BBC のテレビシリーズ、ニュートリクス退職デカの事件簿では、2007年5月に放送された第4シリーズ第5話で、 バタシー発電所が重要な役割を果たす。2007年10月には、バットマンシリーズの映画、ダークナイトの撮影地に発電所が用いられた。発電所内部の剥き出しになって荒廃した様子は、燃え尽くされた、廃倉庫のロケーションとして使われた。2008年には、マイクリー監督の、ハッピー、ゴーラッキー、ガイリッチー監督の、ロックンローラなどの映画撮影に用いられた。 2010年3月に公開された映画ナニー・マクフィート・空飛ぶ小豚では発電所がちらりと映りその2本の煙突間に銀色の空飛ぶ豚が浮かぶシーンがある。同年4月には BBC のテレビシリーズ危険な女刑事バックトゥ80 S ・ 80S に発電所が登場している。また10月にはスカイ1の番組ガット2ダンスへ向けたオーディションが発電所で行われた。 2010年の映画、英国王のスピーチでは、英発電所のコントロールルームが、ジョージ6世のスピーチを放送する BBC の無線指令室とされている。2011年のボリウッド映画、ラワンの撮影も発電所で行われた。BBC のテレビドラマ、シャーロックでは、2012年に放送された第二シリーズ、第1話、ベルグレービアの集文で、 アイリー・アドラーとジョン・マトスンが退治する場所として発電所が用いられている。2013年の映画ワイルド・スピード・ユーロ・ミッションにも短時間ではあるが発電所が登場する。1996年に発表されたパソコンゲームコマンドコンカーレッド・アラートには発電所によく似た構造のパワープラントが登場する。また、1999年のビデオゲーム グランドセフトオート、ロンドン、1969にも発電所が登場している。2001年のビデオゲーム、エースコンバットレイオンシャッタードスカイでは、ミッションインビンシブルフリートで発電所が登場する。近年では、発電所の建物を用いて、コンサートやサーカス集団シルク・ドゥ・ソレイユの公演が行われている。2000年には、シルク・ドゥ・ソレイユの運営会社が、 建物を高級的な都市サーカスに作り変えてしまう計画を明らかにした。2004年、写真家のベララターが発電所を舞台にした作品を取り下ろした。彼女は貨物船用のコンテナを巨大なピンホールカメラに作り替え、それを建物の前に数日置いて撮影を行った。2006年10月8日から11月5日、サーペンタインギャラリーが発電所を用いて、 展覧会チャイナパワーステーションパート I を開催した。展覧会では波外れた出来で活気に満ちた中国の新世代芸術家や建築家による作品が展示された。2007年にはピンクフロイドの豚を模してこの年公開された映画ザ・シンプソンズ・ムービーを宣言するための 巨大なスパイダーピック型風船が発電所上空に浮かべられた。2008年10月23日24日、発電所はチャンネル4によるイベントフリーズで使用された。イベントではスノージャンプや音楽演奏が行われた。2009年発表のビデオゲームコリンマクレー、ダート2では使われなくなった発電所を失踪するレースを選択できる。 発電所は2011年に発表された続編のダート3やダートショーダウンにも登場する。2009年に BBC ラジオ4で放送されたラジオドラマザ・マウスハウスでは発電所を舞台としたストーリーが展開される。2009年8月22日から発電所はレッド・ブルク X ・ファイターズの会場として使われている。2010年4月13日には2010年 イギリス総選挙に向けた保守党のマニフェスト発表会場に用いられた。2010年5月6日7日にはスカイニュースの選挙報道会場として発電所が用いられた。発電所はイアンバンクスの小説デッドエアーのカバーに用いられている。2011年2月28日、BBC の子供向け番組ブルーピーターの司会を務めるヘレン・スケルトンが 発電所の煙突2本の間で高所綱渡りに成功した。これはコミックリリーフと呼ばれるチャリティ番組のため行われた企画である。2012年、携帯電話会社の EE が発電所へプロジェクションマッピングを行い、自社の 4G ネットワークを宣伝する英国発の 4D 映像を配信した。ありがとうございます。